さて、この時間は災害ボランティアについて詳しくお話を伺っていきます。はい、スタジオにはですね。数々の現場でボランティアをされてきたピースボート災害支援センター代表理事の山本隆さんにお越しいただきました。山本さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。あの、一般的に被災地でのボランティア業務はどういったものがあるんでしょうか？ そうですねあの本当に多岐にわたっていまして、うん、例えばあの、まあ、家屋の清掃であるとかといったようなあのよくまあ報道ですとかテレビなんかでご覧になるようなあの作業もありますしあと今回の震災の場合ですとあのなかなかないんですけども一方で毎年、まあ、日本国内で残念ながら今起こっている水害なんかですとあの 完全に家屋が泥なんかで、ね、埋まってしまうのでそういった泥かきと泥の撤去といったような、まあ、肉体関係の,あの作業があったりですとかあと、まあ、今回あの、数多くの避難所というのが、まあ、できて えー、まだ残ってましてでまだしばらくはライフラインの復旧というのも時間がかかる、まあ、特に水道水が出るようになるのに時間がかかるので避難所生活というのがまあ長く続くということでその避難所関係のまあ清掃であるとかお手伝いそして物資それからあとあのー、まあ なかなかあの分かりにくいんですけれども、うん、その災害ボランティアに来られた方にあの作業を割り振ったりですとか、はい、それからあの支援物資を渡すにあたってその支援物資をあの貯蔵している倉庫の整理であるとか、えー、そういったなかなか直接そのボランティアの方が被災者に合わない作業 っていうのも非常に重要な作業としてはあります。まあバックヤードみたいなイメージですよね。ねうん、あのなかなかこう被災者の方にあの頑張ってくださいねみたいな形でこう直接お会いしてあのボランティアで助けるということも重要なんですけども一方でそういった形のそのボランティアをがスムーズに動くようになるというのの作業作業であったりとかまあお手伝いというのも非常に重要になってきます。はいあのまあいわゆるこれを下から二番目の災害ボランティア業務のまあ支援。 えー、ボランティアセンター業務の支援などというところがいわゆるバックヤードになってくると思うんですけれども、あのーまあ、ただ、これねこう家屋の掃除とか泥の撤去とそのほかの業務、まあ、例えば被災者の話し相手になるとかっていうのはなかなかこう具体的にちょっと負担の量が違ってきたりする部分あると思うんですね。はい、これはどうなんでしょう,こう自分からこれやりたいですこれやりたいですっていう希望を出せるものなんでしょうかあのこれも,もケースバイケースなんですけれども、はい、基本的にはなかなか選べないです。 炊き出し、これで言えば炊き出しはもう炊き出しなんで、炊き、はい、出しの道具を持ってこられてやるっていう方はまああの炊き出しというふうになりますけども、はい、基本的には災害ボランティアセンターに来ていただいて、その時に必要となる業務をやっていただくということになります。なるほど。それが災害ボランティアセンターの方が割り振るっていうことですね。そうですね。あの災害ボランティアセンターの方が割り振ることになるんですけども、状況によってこういう作業が必要になりますよっていうような案内は事前にあのホームページ等であるので、まあこういうのが あるんだろうなというのを想定されている中で、あのいくつかの作業を割り振られるというような形になりますね。うん、なるほど。まあ、本当にどれもあの大事な業務で、まあ、とにかく人手がやっぱり足りないっていうのはありますよね。そうですね。本当にあのー。 今の時点でなかなかあのボランティアはもうちょっと待ってくださいねというようなあの話が長かっあの多かったので,で、ね、あのボランティアは、まあ、行っちゃダメみたいな感じもあると思うんですけどもこれからどん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 ,どんあのまあ 被災地への,その支援も必要になってきますし、うん、ボランティアの活動する枠というのも広がっってていいいくという,ふうに思ってます、はいあのまあ、特に時期としては今ちょうど1月から2月になりましたけれどもあの学生が冬休みになってくる時期だと思うんですよね。あの高校生とか あのまあ、そういった、まあ、未成年の方がボランティアに行くことはできるんでしょうかはい、できますよあの、うん、特にあの地元なんかですとあの特に今回の被災地なんかですとなかなかこう若,若者の人口なんかも少なくなっていて、はい、あの逆に若手となるともう高校生みたいになってくるので、うん、高校生がもう主力で活躍したりですとかそれから外部からも高校生の方でもボランティアはしていただけますあ。なるほど まあちょっとね長期でお願いできたりもすすする部分もあったりしますよねそうです、ね、あの特にまあ大学生ですとかでもうしばらく経ちますと、うん、あのピースボース災害支援センターも含めてその長期のボランティアの募集というのが始まってくると思うんですね。はい、でそれが始まってきた場合ですと例えばまあ1週間とか長い方ですとあの2週間とか一月とかといったような形での滞在型のボランティアも、うん、あの発生してくると思います。でそういった部分 部分では学生の方なんかができることも多いんじゃないかなというふうに今ちょうど本当に大学生だとテストが終わったとっいうふうな時期もありますしもうすぐ受験が終わるという方も、ね、いらっしゃるかもしれませんけれども参考にしてください。そししてです、ねまあ、これからボランティアを希望をしたいと これから被災地に行って力になりたいという方、本当に多いと思うんですけれども。じゃあ、どんなことが必要で、どんなことをすればいいのか、こういった具体的な部分について教えていただこうと思います。いや、八幡さん、意外とこういうところって、あれ、すぐに出てこなかったりしますもんね。わか,からないですね、詳しいことは。そうなんですよ。はい、あの、これですね、宿泊先、食事、仕事着、道具、保険と。<お>まあ、ざっくりとこう、想像できるジャンルを用意してみたんですけれども。 ちなみに羽後さんこの中で自分で用意しなきゃいけないものってどれかわかりますか。自分で用意しなきゃいけないもの、うん、仕事着、仕事まあそう、服はね、<を>うんそうですよね。まあ少しの道具は、うん、ちょ持っていった方がいいのかなと。なるほどなるほど、い思いましたが。はい。じゃあちょっとですね山本さんこの中で必要なもの自分で用意しなければいけないのはどれでしょうか。まあ基本的に、あ正解ははい。じゃなります。 はい、あ<ー>あ、なるほど。基本的には、まあ、ほぼほぼ自分で用意してきてくださいねっていうのが、うん、まあ、ボランティアの基本になりますね。はい。ほとんど自分で用意をしていくというのが。則ですねそうですね。あの、はい、特に、例えば、あの、まあ、食事ですとか、宿泊先っていうのは、今回の、うん、あの。 地震ですとなかなかあの現地に泊まるというのが難しいのであの金沢に泊まってバスで行くというようなのが基本になりますけども、はい、まあ宿泊先は自分で用意していただくそれから当然食事ですね食事なんかもう特にあの今回ですと現地に行って で現,地の現地でも食事がなかなか取れない、特に水道が出ていないところはあの炊き出しがしかないみたいな状況でもあるので食事なんかもご自分で用意していただくということになります。うん、あとあの、非常にまあ重要になるのはあの保険ですねあの保険はあのぜひ自分で用意してくださいということになります。保険とというのはこうどんなことが ボランティア保険というのがありましてであの社会福祉協議会各市町あの皆さんがボランティアをされる前にご自分が住んでおられる、えっと、社会福祉協議会であの申し込める保険なんですけどもあのボランティア作業中の、まあ、怪我ですとかそれから、えー、まあ,あのまあ 命を落とすということはもちろんないと思うんですけれどもあとあの賠償責任が生じるようなボンを壊したりということも含めたカバーできる保険がございます。 なるほど、まあ、これはじゃあもうスポットであの入るものっていう、えっといや1年間の有効になるので 1> 1、うん、一度保険を入っていただいたら 1>,、うん、え1年間は有効ですという形になります、うん、なるほど、まあ、そしてこの、まあ、仕事着、道具というところなんですけれども、まあ、もちろんなんとなくボランティアするにあたって大事な服装は分かるんですけどちょっと具体的に説明していただけますか、はい、あのこれも作業によってかなり違うんですけれども、うん、今、画面で見ていただいているのはその一般的な、えっと、例えば家屋の 清掃ですとかかそれから泥かき特にこれは泥かきを、あのー、スポット当てた装備ですけどもあの今回、まああの、地震の,、えーと地震のえー、ボランティア活動ということなんですが、まあ、残念ながら水害のボランティア活動というのも今の日本温暖化の中で今の日本ですと今年の夏も必要におそらくなってしまうであろうという中で、はい、こういった、えー作業がえー、装備が必要になると言っています。 でえっとまあ、この中で意外とあの皆さんが忘れがちなのが、えーまあ、長靴とかが当然、まああの、泥かきの作業の中でちょっで必要になるんですけど長靴もあのできれば鉄板が入っている長靴にしてくださいと。 いうようよな、まあ、安全面を含めた、まあ、あの当然、作業しやすい格好というのもあるんですけれどもあのご自分の身を守る例えば、この後ずっと夏,夏場も含めて作業していくといったときに半袖の T シャツであるとかタンクトップであるとか<ー>暑いからしょうがないと思うんですけれども長袖を着てきてくださいといったようなところも含めてあのこういった格好はしていただきたいと思います。なるほど あの道具っていう風なところもまあ一部自分でっていう風な話だったんですけれども。 あの逆にこういうのを調達しておくと便利だよというものありますかあのこれ結構マニアックで例えばスコップもあの先っちょがこう四角いやつとかああ、ね、角形のやつとかっていうかなりマニアックになってくるんでこういった道具それからあの泥かきですとこう一輪車なんかが必要になってくるんですけども、うん、こういったものは現地の,あの災害ボランティアセンターの方で用意する場合が多いです。うんはい、でただあの、まあ、これからあの、まあ、季節が暑くくなっていく中であの 例えば水筒ですとか、うん、それからあの自分の身を守るようなものっていうのはあの道具の中には入ってこないですけどもぜひご自分でいいいいてたいただきたいと思います、はい、私以前災害ボランティアしたことがあるんですけど先ほどおっしゃったこう長靴確かにおっしゃる通りだなと思ったのがだんだん浸水してきたりするんですよねなのでこう分厚い長靴とか靴下も何枚もあった方がこうが快適になるかなっていうのは大変から思いました。 今回はあの選択ができないという現地の状況もあるのでそういった着替え面ですとかというのもあ,のある程度の枚数はご用意いただい,た方がいいいいといいいたたただ方方ががととと思ますすあっうことですねまあこれ宿泊、食事、また仕事着、まあ、こういったものが不完全なものでえ不完全な状態でボランティアに行ってしまうと逆に被災地にも迷惑をかけてしまう、まあ、被災地のリソースを使ってしまうというふうなことがあると、まあ、ちょっとボランティアとはもう。 逆の効果になってしまうので、まあそのあたりを気をつけていただいて、できる限りの準備をして被災者のためになるというふうなところを心がけていただければというふうに思います。気持ちはあの流行る気持ちはすごくわかるんですけれどもね。はい、その他にもこうボランティアに行く上で心がけておくことなどありましたら教えてください。うん、そうですね。あの一番重要なことというのはやっぱり。 自分の安全を確保すること、ね、だとだ思例まば、うんまあ、今またあの地震が起こるというような話もありますしこの後あと作業中の先ほどの,その安全靴の話もそうですけどもボランティアに行って怪我するってなりますとまたあのそこでリソースを食べてし 食っちゃうというような話にもなるので自分の,あの安全を確保するということが一番大事です。であとあの、なかなかこう災害の現場災害,ボラ災害ボランティアセンターも含めてあの現地で運営している方々というのは地元の方々なんですね社会福祉教育機関の人も含めて。 なのでなかなかこう段取りがうまくいかなかったりですとか待ち時間が発生したりですとかっていうこともあるんでそういった部分こう流行る気持ちは分かるんですけどももう少しあちょっと落ち着いて待ち時間も含めてもボランティアですよということそれからあと助けなきゃって思ってすごくこう熱い気持ちで行ってでこう続けていくと燃え尽きるんですよ。なるほどでこれはなかなか厄介でうん、うん、あで逆に周りと揉めてしまうみたいなこともお 起こってしまうのでそれはあのその下に書いてある被災者の方とのお話も含めてですねあの自分がまあ冷静にあのちゃんとボランティアをするといったことがこう理解できるぐらいな感じでやっていただきたいなというふうに思います燃え尽き症候群にならないようにするためにって結構難しいような気がするんですけどす何かありますか 単純にずっといないですよね。はいはい、一旦被災地に入ってがずっとやってで被災者の被災者の方とお話ししていくとやっぱり当然。 ななかなか辛いお話もお伺いすることになりますしそこであの被災者の方のあの言葉を聞くというのも非常に重要なボランティアだったりするんですねただ、それをこうずっと受けていくとなかなかあの受け止めきれない部分というのは当然出てくるのでそこはあの一旦は離れて冷静な自分を保つということが重要かななといいううふうに思いますなるほどあのボランもちろん被災者のために行くんですけどそれを助けに行くボランティアの方のメンタル的なケアとか まあ、そしてもちろんこのフィジカル的な体力面のこともやっぱりここはもう助け合いという,ふうなところがやっっぱり必要になってきますすよねねそうです、ね、本当に、うん、あのそこの部分でいうとそのボランティア同士の会話であったりとか、うん、あと被災者との会話であったりとかというところも自分はボランティアで来たんですよということで、うん、あの当然、こう。 優しい言葉だったりを、はい、かけたくなると思うんですけどもそ,、ねうん、そこの中であの頑張ってくださいねっていうのは、うん、もう被災者の方は十分頑張ってるんでもうこれ以上頑張れないよっていうので、うん、ポキッと折れてしまうみたいなことがあったりもするので、うんはい、そういった部分も含めてこう ある程度冷静さを保てるっていうのが重要かなというふうに思います。うんあの被災地に行くと、その普通に1日活動何か作業をするよりもはるかにやっぱりこう疲れというか、あのいろんなメンタル的なものも含めてやっぱ来るっていうのがあるんですよね。あの私も被災地取材何回か行ったことありますけれども、やっぱりそういう厳しい状況で作業できるっていう人じゃないと逆に行ってしまうとちょっと迷惑になってしまうことも。 ありま,すね、まあ、うん、ただ一方でその長期的今例えば今今の状況でいうと例えば皆さん避難所におられてで、まあ、被災地のいわゆる被災の状況っていうのが残っていて輪、うんまあ、島なんかですともう火災の跡なんかも残っていてそ,で、ね、でそこに行くとやっぱり先ほどおっしゃったような、うん、その メンタルも含めての強靭さというのはやっぱりある程度必要になってくるんですけど一方でこう長期的に考えたときにあのそんなにこうなんていうんですか こうマッチョな人じゃなくても十分できるようなボランティアもあるのでそういったところも逆に長期的に言えば、うん、どんな方でもやっていただけるというようなボランティアもあると思いますので、うん、そこはあの段階段階時期時期に合わせて、うん、あの考えていただければいいかなというふうふに思いいますいろんな業務があるという,ふうなところは、ね、分かったとっいう,ふうな部分もあると思うんですけれども、はい、あとそのいわゆる長期的な支援というふうな視点なんですけれども、まあ、これ震災、今復興徐々にしている部分 もあると思うんですけどいろんなフェーズがあると思うんですけどこれ以降もやはりドラボランティアのやることっていうのは多いですか、そしてどういうふうに変わっていき本当に今回のあのー、地震の場合は、うん、このあと水が出てない、水道が直ってないというのはやっぱり非常に大きくて、ねはい、いついつどういうふうに変わっていくかというのはなかなか難しいと思うんですよね。うん、ただあのー、一つこう ピークとして考えられるのは、まあ、今、避難所に避難されている方で特に今回のバイでスと2次避難という形で地元を離れられて避難されている方も含めてあの例えば仮設住宅ができるで、応急仮設に入るようになるとみなし仮設に入るようになるといった時ときに引っ越しの時期っていうのがいつになるかというのがちょっとわからないんですけども、うん、引っ越しが発生しだすとその引っ越しを手伝うと。なるほど いうようなことが非常にまああの結局若手がいないのでもう本当にそこの,あの若い人たちができる作業っていうのをボランティアに頼らざるを得ないというのが現状ですのでそこの部分というのはあのこの先あのまあ数ヶ月以内には必要になってくるかなと。その後 次の段階になると例えば応急仮説ができたでみなし仮説に入られたってなった時に、うん、応急仮説をこう回りながらいろんなお話を聞くと キックであったりとかそこの集会所で例えばあのちょっとしたイベントをするとかっていったようなあの活動も含めてボランティア活動でそこになってくると逆にマッチョな人が行くとこの人怖いみたいになるんでうん、うん、あのこう柔らかくお話しできるような方が来ていただくのもいいいかもしれないですねなるほどですからボランティアの期間としては数か月さらに、まあ、この能登半島地震についてもさらに長くなる募集期間長くなる可能性も。ななりますね、うん、あのの残念ながらその なかなかその復興というのがすぐにはならないので、うんうん、本当に東日本大震災なんかですともう3年ぐらいやったというようなこともあるので年単位での,あの活動というのが災害ボランティアセンターという形ではなかったとしても支援はいまやはり助けたいという気持ちはもちろん前面には出てくるんですけれどもそれをあの助けたいというものを形にするためにどういうことを気をつければいいのかというふうなのことをえまとめていただきました。はい 春以降、そして長期的な災害ボランティアが求められています。最後までご覧いただき、ありがとうございます。阿部はニュースキャスターの辻歩です。これを機に、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。